ってもらったんですよ。でその時あの母がそのお米を小さな袋に入れてあの村の人々に貧しい人に配っていたんですね。でその光景がすごく印象的でして、村の人に一つ一つ配っていって、結局はその差し伸びる手が多すぎてあのお母さんが持っていった袋が全部なくなってしまったんですね。私としては、まあ、寄付だけじゃ足りないんだなって、もっと構造的なところに変化が起きないと貧困は削除できないんだなって